中国の不動産危機が勃発し、中国の中産階級の購買力が明らかに減少しました。中産階級を主なターゲットにした商品、例えば新型の iPhone、ピアノ、高級車、ブランド時計などの販売量が急落しています。2024年最初の週に、アップルの中国での販売量は前年比で30%も大幅に減少しました。 多くの電子商取引プラットフォームでの値下げに続き、1月15日には、アップル中国公式サイトが珍しく、春節限定セールを行いました。iPhone、iPad、MacBook など様々な製品が含まれており、中には iPhone は最大500元、MacBook は最大800元の割引がありました。アメリカに本部を置く投資銀行ジェフリーズの報告書で、アップルが中国市場で、 大打撃を受けており i p h o n e 15 Pro や i p h o n e 15 Pro Max を含む多くのモデルが中国の主要な電子商取引プラットフォームで大幅な値下げが行われこれまでにないプロモーションが展開されたにもかかわらず販売量の急落を食い止めることはできませんでしたと指摘しました。同時に中国のピアノ業界も氷河期に入りました。20年以上にわたって 中古ピアノの販売に携わってきたハンさんは、2023年に中国のピアノ代理賞やピアノ販売店の大半が倒産し、通常営業ができるのはごくわずかだと述べました。ハンさんによると、ピアノ業界の衰退は2019年から始まり、パンデミックの3年間は特に厳しかったが、2023年4月からはさらに悪化したとのことです。ハンさんの推測によると、現在、 以前の30%の販売量を維持できるのは特に優れた販売店のみだ。平均的には約15%で特に厳しい状況では以前の販売量の10%に過ぎずさらに悪い場合は店を閉めるしかない。ハンさんはこの減少の主な原因として中産階級の所得減少と将来への希望の喪失の2つを挙げています。中国で最大のピアノ製造業者であり、 世界最大のピアノ工場を有している甲州手工ピアノ集団は昨年8月に公表した報告書で昨年上半期の収入が前年比60.62%減少したことを明らかにしました。業績不振について手工ピアノは報告書で具体的な理由を述べていませんが楽器市場の低迷、市場競争の激化、経済回復の遅れ、輸出貿易の継続的な低下を挙げています。 ピアノ業界の下流に位置する音楽教育機関も苦境に立たされています。2022年初めの中国音楽教育機関は約65万校あったとされますが、年末までに約30%が閉鎖されました。アップルやピアノのほか、高級車やブランド時計などの消費市場は崩壊に近づいています。特に中古の高級車と中古のブランド時計は、 中産階級の主要な消費品です中国メディア、爆閣追跡が1月15日に発表した記事で、現在の中国の高級車市場は、新車であれ、中古車であれ、大幅な値下げにもかかわらず、販売量が大幅に減少していると明かしました。記事では、中古高級車市場は、新車市場よりもさらに悲惨な状況で、車両が山積みになっており、すべてのブランドの価格が崩壊状態にあり、 販販売売業者はもはもや車ををを買いいい取るることと恐れれ委託販売のみを受け入れてて指摘しています中古のブランド時計に関しても2023年は市場が完全に崩壊し5月から取引量が顕著に減少し年末にかけて価格が急落し半減したものが多く見られます中国の中産階級の崩壊は不動産市場の暴落と中国全体の経済危機と関連しています 不動産危機が勃発した後、多くの中国人の家庭資産が奪われ、ローンを背負った中産階級が借金まみれになりました。中国の不動産情報サービスプラットフォームによると、中古高級住宅市場は2023年、登録物量が増加し、登録価格が下落するという特徴があります。北京、上海、広州、深センの4大一線都市で、総価格1000万円以上の中古住宅は、 年間で一万四千八百戸取引され、前年比三十四パーセント増加しました。このうち、北京、上海、甲州の高級住宅の掲載価格は、おおむね五パーセントから十五パーセントほど下がっています。北京、上海、甲州、深セのような一線都市では、多くの家庭の主要資産は不動産です。これらの家庭の資産は、高い不動産価格に基づいています。 不動産市場の不振に伴い、多くの不動産が価格を下げて販売されています。中産階級は貧困状態に陥っており、なぜなら、彼らの住宅はローンで購入されているからです。例えば、1000万元の不動産があるとし頭金は300万元で、ローンは700万元です。しかし、この不動産が300万元下落し、700万元の価値しかなくなった場合、 頭金は実質消失します数千万元の資産を持っているとされる家庭は最終的に700万元の負債を抱えることになります万が一買い手が失業したり給料が下がったりするとローンの返済がさらに難しくなりますこのような恐怖と懸念が中産階級が消費を控える原因となっています一部の海外経済研究所によると中国の不動産市場の危機は この国の中産階級に深刻な打撃を与えています家庭資産の70%が不動産と関係しており不動産価格が5%下落するごとに住宅資産は19兆元蒸発すると言われています不動産価格の下落だけでなく多くの中産階級は株式投資の縮小にも直面しています上海総合指数は昨年10月下旬に3000を割り 今年1月上旬に2900を割り、1月18日に2800を割りました。一般的に中産階級とは、良い教育を受け、専門知識を持ち、一定の職業能力と消費能力を持ち、安定した収入と良好な社会的地位を持つ社会集団のことを指します。中産階級は社会発展の安定力としての役割を果たしています。中産階級が多ければ多いほど、 社会は安定します逆に中産階級が減少すると社会の貧富の差が広がり社会矛盾が続出することを意味しますそれを見たのはいつの日だったろう畏敬の念を抱くほどの壮麗さ人生さえ変えるほどの力強さ 時が経つのも忘れるほどの美しさ今再びその感動が訪れる今年も演目を一新してあなたを待っていますシェンユー